とお母さんの思い出。ねえねえみんな、知ってる？なになに？どうしたの？なおこちゃん。裏の林にね、出たんだって、また。それでね、夕方になるとそのお化けよく出るらしいんだけど、うんうん、人によって見たものが全部違うらしいの。違うって？一緒に見てもね、ある人には耳のとんがったお化け、ある人には一つ目の人玉、またある人には口が裂けてて大きい牙のあるお化けに見えるんだって。ごめんね、はやい。さくらちゃん、お化けとか苦手ですもんね。うん、怖いんだもん。あ、始まるよ。じゃあ、続きは後で。言うてんねん。クローカードの仕業やったらなんとかせえな。カードキャプターがこんなもんでビビってどないするんや。そうですわ、さくらちゃん。胡蝶内の平和を守るカードキャプター素敵ですわ。でも本当に幽霊だったらどうしよう。そん時はそん時や。心配すんな、わいがついてる。そんな。大丈夫、頑張りましょう、さくらちゃん。逃がしたらあかん、おんやさくら。そんな、怖いよ。しっかりせえ。もしクローカードやったら騒ぎが大きゅうなる前につか。でも、このままでは見失ってしまいます。まずい、行くでさくら。ずいぶん奥まで来ちゃったよ。まだ夕方のはずですのに、まるで夜のように真っ暗ですわ。こりゃ早いとこ見つけんと動きが取れんようになるな。急ぐんや、さくら。行き止まりか。行きますわ。あんなとこにも道があったんか。
ちなさい。どこ行ったんだろう。なんやさくら、急に強気になったな。さっきまではビクビクしとったのに。だって幽霊じゃないって分かったし、それにお母さんに化けるなんて許せないもん。でも先ほどは本当に危なかったですわ。さくらちゃん気をつけてくださいね。そうやで、さくら。わいもさくらに怪我させたりするんは嫌やからな。ともよちゃん、キャロちゃん、行き止まりか。お母さん、さくらちゃんのお母さん、写真と同じや。お母さん、本当にお母さんなの？どうしてここにいるの？お母さん寂しいの？私に一緒にいてほしいの？あ、待って、行かないでお母さん。さくらか、そっち行ったら、日曜なのにせ。クラブだもん。小兵浜。
今回はちょっとだけ心配だから来たの。でももう大丈夫ね。寂しいところで一人ぼっちじゃなくて本当に良かったです。